本日、ご紹介させていただきますのがこの ADA から発売されている、FC ツールスタンドです。こちらにはレイアウトツールや液体系の栄養素などをまとめてコンパクトに収納することができます。 FC ツールスタンドは素材にファインコンクリートとステンレスを使用し、非常に ADA ネイチャーアクアリウムのイメージにマッチするデザインとなっています。そしてピンセットやハサミなどの定番ツールはもちろん、スプリングウォッシャーの収納場所も用意されているので、 ADA ネイチャーアクアリウムの製品がぐんとすくいまとまります。それでは今から中身を開けていきたいと思います。こちらがステンレス素材となっている部分ですね。非常に ADA らしいメタル感があります。そしてこちらメインの部分のファインコンクリート、 ADA の本社のイメージが感じられます。こちらの中敷きの部分ですが、こちらの部分にスプリングウォッシャー、ワイヤーを丸めて入れる部分があります。そしてこちらの部分にプロシザーズ、プロピンセットなどを差し込む穴が開いており、こちらはプロブラッシュハードなどを差し込みます。そしてこちらの丸い部分にはAP グラスをはめ込めれるようになっております。このように非常にスマートな形で収納可能です。それでは FC ツールスタンドに各ツールをセッティングしていきます。まずはこのプロレーザー、大きめの方ですね。そしてこのプロレーザーミニの方、こちらもこのように収納していきます。ちょうど今画面からは分かりにくいですが、穴が開いていますので、そこからこう掘り抜けて収納できます。そしてプロシザーズスプリング、こちらもこの上の穴にこのように収納できます。途中でぴったりとはまります。プロシザーズウェーブ、これもぴったりとこちらの指を挟み込むところでこのように止まるので落ちることはありません。ピンセット系もこのように入れることができます。大きめのピンセットもこのように差し込めます。大体のツールはバッチリと収納が効きます。こちらの AP グラス、これもここの一番上の丸い穴がありますので、このようにはめ込むこともできます。あとは各種このような ADA のこちらはドゥアですけど、栄養液系をこのように収納すればバッチリです。このような餌もここにセッティングできるので、これ赤虫用のやつですね、問題なく収納ができます。
このツールスタンドで一番感動したのがこちらのスプリングウォッシャー。これすごくスプリングが跳ねてうまく収納が今までできなくて場所が非常にかさばっていたのですが、こちらの細い穴にこのスプリングを縦から差し込めばうまくかさばらず収納することができます。このように、多くのものを一つにまとめれるので今度から水槽周りがすっきり、そしてこの ADA のデザインのようにかっこよく収納ができるのでありがたいと思っています。それではご視聴ありがとうございました。